小なりナンバーアイ、大なり平野の陽神宮寺ゆうた、岸ゆうたがイブサンローランの香水の動画に登場新たな挑戦を語るインタビューもインタビューアーも、ナンバーアイ、新たな挑戦の舞台裏に迫る。イブサンローランの香水リーブラの新しい動画コンテンツが、平野の陽さん、神宮寺ゆうたさん、 シゅうタさんによる新ユニットナンバーアイの登場とともにファッション誌オフックジャパンのウェブサイトで公開されました。この特別なコンテンツでは3人が自由をテーマにした香水の香りとともに自身の新たな挑戦について語ります。インタビューから垣間見えるのは力強い前進と挑戦的な姿勢を持つアーティストたちの自由な精神です。 本校では、この興味深いインタビューを通じて、ナンバーアイのメンバーがどのように自由を捉え、新しい物語に挑戦しているのかを明らかにしていきます。ナンバーアイの登場、イブ・サン・ローランとのコラボ。ナンバーアイは、平野志耀さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんによる新しいユニットで、その存在感は今や国内外で注目を集めています。 この注目の敵となったユニットが世界的な化粧品ブランドイブ・サンローランとコラボレーションし、香水・リーブラの新しい動画コンテンツに登場したことはファッションとエンターテインメントの融合を象徴しています。リーブラは自由をコンセプトに掲げ、その香りは限りない可能性と自由なきらめきを表現しています。 ナンバーアイのメンバーがこの香水の動画でどのようにそのテーマを具現化し、自らの挑戦と結びつけているのか、その舞台裏に迫ります。動画のコンセプト、自由なきらめきの表現。リーブラの香水には、飾らず、素直に自分らしく、というメッセージが込められています。このメッセージを受けて、 ナンバーアイはどのようにして動画のコンセプトを構築し、香りとアートを融合させたのでしょうか。動画では3人が自由にまつわるシンボルやイメージを通して自分たちのスタイルと結びつけながら前進していく様子が見受けられます。彼らの挑戦的な姿勢が香水を通じて視聴者に伝わる瞬間があることでしょう。 このコンセプトの裏に隠された意味やメッセージに迫りつつ、No.I. が自らの表現をどのようにより混ぜ、新しい物語を紡いでいるのかを明らかにします。No.I. のメンバーに聞く自由な精神と新たな挑戦。インタビューでは No.I. のメンバーが自分たちの自由に対する理解や捉え方について語っています。 平野紫耀さん、神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさんがそれぞれどのように自由を感じ、自身の芸術やエンターテインメントにどのように反映させているのでしょうか。各メンバーが語る自由に関するエピソードや、これまでのキャリアで感じてきた自由な表現の重要性に焦点を当て、その中で新しい挑戦への意気込みや決意を明らかにします。また、 香水、リーブラとの共鳴や、その香りが彼らのアートに与える影響についても明らかにします。リーブラの香りナンバーアイの表現に与える影響。香水は五感の一つであり、その香りは感情や記憶と深いつながりを持っています。ナンバーアイが選んだ香りが彼らの表現にどのような影響を与えているのか、それを尋ねてみましょう。また、 彼らが香りをアートにどのように結びつけ、視聴者にどのようなメッセージを届けようとしているのかも探ります。リーブラの香りがナンバーアイのメンバーに与えるインスピレーションや、その香りが彼らの表現にどれほど深く影響しているのか、その舞台裏を明らかにすることで、視聴者は動画を通じてより深く香りの世界に没頭できることでしょう。 ナンバーアイの新たな物語と香水、リーブラの魅力。ナンバーアイのメンバーが、イブ・サンローランの香水、リーブラの動画に登場し、新たな挑戦を語る姿は、芸術とファッション、そして自由な表現の美しい融合を見せています。インタビューを通じて明らかになったのは、それぞれのメンバーが、 自由をどのように感じ、その感覚を自らの表現にどう結びつけているかという深い洞察です。香水、リーブラの香りは彼らの表現に影響を与え、新しい挑戦へのエネルギーをもたらしています。これらの要素が見事に組み合わさり、ナンバーアイは新しい物語を紡いでいます。動画を通じて、 視聴者はナンバー・アイの芸術的な世界に触れ自由なきらめきを感じることでしょう。ナンバー・アイの登場はファッションとエンターテインメントの枠を超え新しい扉を開くきっかけとなりました。香水・リーブラの香りとナンバー・アイの表現が交錯する瞬間はまさに美と自由の共鳴です。これからも彼らが織り成す物語に期待が高まります。